クレイトンさん、クレイトンさんやね。探しに行こうぜ。何をどうしたらいいかっていうのが分かってるので、どうしてもねサクサクプレイにはなるんですけど、敵と戦わないっていうのはどうしてもその弱いんですよね、空の能力自体が。で弱いとやられやすくなって、結果時間がかかってしまう。まあ、しっかり経験値稼ぎをするかどうかですよね。まあ、今のうちに経験値稼ぎちょっとしとったら後々が楽なんじゃないかな。力のかけらとかね、欲しくなるときが来るんですよ。よしよし。クレイトン、クレイトン、違う。クレイトン、違う。いきなりか、いきなりか、いきなりか。そうか、ライブラついてないんか。その敵の体力を見るアビリティがあるんですけど、それがないんですよね、今のところ。行って、フルボッコ、フルボッコや、これやばい、かわいそうや。はめたな、完全にはめたな。リンチしてもうたやん。行って、見えない何かに乗ってるんですよね。見えない何かというか、なんていうか、やばそう。あ、来た、カメレオン、カメレオン、でっかいカメレオンに乗ってるんですよこいつは。名前なんて言ったか忘れたけど、とりあえずゴリ押す。減らせるところまで減らす。あぶね、死にかけた。ちょ、痛い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 。とりあえずこいつ倒さんと。これ倒したことなったっけ、ひるんだ状態やっけ。クレイトンさんを倒さんとダメやったっけ。やべ、死ぬ。クレイトンさん倒さんとな。そうよね、諸悪の根源はね。二人とも倒さんといかんかった気もするけど、よくわからん。っていうか、ポーションがない、ポーションがない、ポーションがないよ。
やった、回復してくれた。ヒルマンね。お、倒した、ギリギリで倒した。やったー、やべえ、強い、普通に。むずいぞこのゲーム。癒しの力やった。キアル。ターザンの家。ターザンの家。ターザンの家。しょうもないわ。ここはね、確かエンカウントしないので、ガンガン登っていって、ミスリルのかけら。確かね、上の方に、超レアアイテムがあったはず。あれか？ミスリル。なんかめっちゃ横がガガガガガガって言い切ったけど、来た、オリハルコーン。まあこのゲームの一番レア度の高いアイテムがオリハルコーンやったはず。こんなもんかな。結構カメラぐるぐるするんで、酔う方気をつけてくださいな。ここが、じゃあ、あれ滝の音が反響してるんだわ。友達いる、友達会える。そうか、いって心のことね。心の中の友達。心、なんだよそういうことか。友達、心同じ。クレイトン、心なくした。心ない友達見えない。心ない一人ぼっち。勝手言ってごめんな。いや、僕らは仲間だもんね。
王様のじゃないんだね。ドナルドが気に入ったみたいね、彼女。うん。誰があの地にハートレスを送ったのだ。あのハンターが呼び寄せたのさ。あの男の強い欲望がハートレスどもの餌食となった。少々餌をやりすぎてしまったようだけどね。結局自分が食われちまった。ハートレス、あの男のような脆い心で扱える代物ではない。問題は少年の方だ。ついに鍵穴まで見つけおった。何、他の鍵穴を見つけるにはまだ時間がかかろう。それにもう一つの目的に気づいている様子もない。プリンセスってやつかい。プリンセスは着実に我らの手に集まりつつある。そして今また一人。それじゃあ俺たちそろそろ行くね。あなたたちの船はどこまで？まあちょっとそこまで。ソラ、ターザン、友達。ソラはネイティブワークを手に入れた。これらのキーホルダーをセットするとキーブレードがパワーアップします。キーホルダーにはいろいろな種類があり、それぞれ効果が違います。装備を選んでセットしてねと。アーカナトリニティ。お、なに？ Will be in my heart。 見てみろよ、ほらあの穴から出てきたグミブロック、他のとは違うみたいだ。一体何に使うんだろう。レオンさんなら知ってるかもね。一度トラバースタウンに戻ろうか。じゃあ俺操縦したい。やめろ、俺はキーブレードに選ばれたんだぞ。ダメなものはダメ。クリアすると鍵穴がつくんですよね。どうしよう、オリンポスコロシアム行こうか。ケアル手に入れたんでちょっと挑んでみたいなと思います。ケアルあったらねだいぶ違うからね。本当に回復の幅が広がるというか回復の回数がただ単に増えるんで。当たる、怖え。やべえ、ダメージ食らいすぎや。隕石破壊できんかったし。なぜに。ビームはね、微妙から左側からしか出てないんですよね。OK、シールド回復。これでいい。一回レオンに見せて、レオンというかスコールに見せて。でもなんでスコールはスコールっていう名前を嫌っとんでしょうね。なんかその辺があんまり描写されてないんですよね。ス
コールレオンハートなんですけどね。で、あの首飾りの名前がレオンハートやっけ。で、リノアが同じやつ、同じペンダント作ってって、ゼルにお願いするんですよね。まあ、それはファイナルファンタジー8の話であって、キングダムハートは全然関係がないんですけど。ファイナルファンタジー実況するなら8かなとかって思いつつも、僕8のカードゲームは全くやったことないんですよね。あれ、正真正銘のカードゲームらしいですからね。正真正銘本物のカードゲームだそうで、まあ、本当にカードゲームで全てが解決する、カードゲームで全てが解決するようなゲームなんですよね、あれ。魔法とかいろいろ。ヘラクレスをほったらかしてきましたが、キーイベントスキップ、あ、失敗した。ギアルをカスタマイズしてない。これは失敗したぞ。やったと思うんですけどね、まあ、上になってなんかね攻撃できるんですよ、プレ2番やったら。多分ね、それがないなくなった気がする。判定ない、もしかして。やばい、死ぬ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 。強いね、やっぱりさすがボスって感じだね。2つ目のステージじゃねえよね、この難しさ。この攻撃をしてくれってことはだいぶ弱ってるはずなんで、いて、ちょっと早めに回復しとこうか。やっぱり上乗れんな。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。
ちゃ壁際に追いやられたけど、よっしゃ倒した、よっしゃ倒した。なんかむっちゃ強かったんやけど、こいつこんな強かったっけ。インフェルノブレス、これ炎系弱めるんやったかな。よってここにソラ、ドナルド、グーフィー3名をヒーローの卵と認め、闘技大会への参加を許可するものである。ちょっと、なぜ卵だけよ。お前たちはまだヒーローの何たるかを心得ていないからな。何それ。それは君たちが自分で見つけなければならない。かつて僕がそうしたようにね。まあいいって、大会で俺たちの実力を見せればいいんだろ。さっきの騒動の後始末があるから、大会が開かれるのはしばらく先になりそうだ。それじゃあまた後で来るよ。それにしてもよくあの坊主がケルベロスを倒せたもんだ。ここだけの話、あの子が飛び込んできた時は僕が散々痛みつけたところだったんだ。本人には黙っておこう。ヒーローライセンス、お、そうそう、クラウドさんと話ができるんですよね。もう大丈夫なのか。ああ、でもなんであんなやつの手先に。人を探している、その手がかりと引き換えにな。闇の力を利用するつもりで取引したが、逆に闇に囚われ光を見失った。見つかるよ、俺も探してるんだ。お前の光を。見失うなよ。また勝負しようぜ。今度は闇の力抜きでさ。興味ないね。ソニックレイブ、ソニックレイブでもね、つけれんのじゃないんかな。3か、3はつけれんな。強いんやけどね。まだ共有アビリティはないか。よし、セーブしよう。時間もいい感じやし。オッケー。